衆院長崎4区補選の情勢が衝撃。横一戦の大激戦で岸田ピンチ10月22日投開票ということでですね、本日は衆院長崎4区補選について触れていきたいなというふうに思っているんですけども、いや、ちょっと衝撃的ですね。いや、まさかこんなに接戦になるとはっていうようなね、えー、感じで、まあ、昨日、まあ、米重さんとかがやってる JQ 通信の情勢調査の方が出まして、まあ、横一戦という表記になりましたと。 そして、えー、本日、えー、日経新聞さんの方でもね、情勢の方が出まして、ここは接戦っていう表記になりまして、で、JX の方では自民党の金子さんがね、名前の方は先行していて、日経新聞の方では、えっ、ー、と、野党の末継さん、立憲のね、末継さんが名前が先行しているということなので、まあ、これは超、 あの接戦で面白い選挙になってるんじゃないかなっていうふうに思います。はい。で、正直僕は、まあ、今回の決選挙ね、えー、一生いっぱい自民はなると思ってました。えー、徳島校長選の方で、まあ、自民が負けて、えー、長崎4区では自民が勝つかなっていうに思ってたんですけども、これなんでかっていうと、 これ長崎4区に出ている、まあ、野党のね、末次さんって方が、まあ結構活動量不足の人で結構有名なんですよ。あの、前回の衆院選の直前にも、ちょっと活動量が足りないって言われて、こうした差し替えられようとしてたような方だったので、まあその野党がね、まあそういった末次さんって方なので、まあ普通に自民勝つかなっていうふうに思っていたんですけども、そうはならなそうだぞっていうような感じになっていると。 で、まあ、ジェックスの方でも出てましたけど、だから自民党のシーソーが全然固められてないんですよね。で、これ、なんで固められてないのかって見たときに、長崎4区内の自民党で結構内紛みたいなのが、もういろんな選挙でもう揉めに揉めまくって、それこそ自民党の福岡みたいな感じでもう荒れまくってると。 なので、今ね、本当に、こう長崎四区内のエリアっていうのが、もう畑がね、もう荒れ,荒れまくってね、もう食い潰されているんで、まあだからね、今結構野党も今勝てるチャンスになってるのかなっていうふうに思いますので、じゃあどういう荒れ具合があったのか、まあそちらについてもね、ちょっと触れていきたいなっていうふうに思います。はい。えっとですね、まあかなりね、接戦な選挙の証拠にですね、なんか、あのー、おとど、えー、 一昨日ですね、西日本新聞の世論調査みたいなのがちょっと出回ってましてですね、えー、これ大食いジロさんで立憲民主党の方もね、あの、つぶやいているんですけども、えー、末次さんに厳しい内容の情報が出回った午後には西日本新聞の記者さんたちが一斉にそんな調査やってないと連絡が、誰がどんな人でそんなデマ調査結果を流したのか不思議ってですね、えー、ツイートなどもされているわけなんですけども、あの、西日本新聞さんの推奨を見ていくと圧倒的にもう末次さんが負けると、えー、もう金子さん優先みたいなね、えー、調査が出回ってた なんですけどもこれが全くデマだったっていうのが流れるという、もう激しくなってますよね。じゃあ、まず構造ですね紹介したいと思います。はい <laughs>、えー、衆院法制、長崎4区というところで、えー、自民党は金子裕三さん、40歳の方ですね、えー、自民で、えー、そして公明党の推薦の方になっております、そして立憲民主党、公認、末次さんですねで、社民党が推薦なんですけども、えー、共産国民民主党が自主支援というところで、もう実質与野党対決というような、えー、形になっております。ででえっ、ー、とととエエリリリアア的フ佐世保市市市のの、えー、一部のエリアとそしして平戸市松浦市でしたりですとか、えー こううういいいっったエリアになっているというようなてるよ感じですね、はいでまあ、そんな中でですね、まあ、今回やっぱり注目なのが、まあ、あの衆院選201、長崎4区で、まあ、それこそ北村聖吾さんという方が、えー、前回ね、ギリギリ当選したわけなんですけども、あの亡くなりでしまったんですね。で、その穴を埋めるための選挙っていうのは今回、長崎4区なので、普通に考えたら、 これ北村聖子さんが亡くなられての選挙なので、まあ、弔い選挙みたいに言われるんで、普通、こう自民党の方がま優勢になりやすいような、えー、選挙になるんですよ。亡くなられた後の選挙って大体ね、あの、そういったところで、まあ、じゃあ応援しようみたいな感じになりますので、まあ、そんな感じになるんですけども、どうやらそうはなってないと。 いう感じで、すねでこの長崎四区で、前回、ね、ぎりぎりの票差で負けた末次さんって方が、まあ本当にね、比例復活をされたっていうような状況だったんですけども、この比例復活された末次さんが辞めて、今回ね、長崎四区の補欠選挙に。 出られましたとなんでね、もう現職なのに辞めるのっての思われる方いらっしゃるかと思うんですけども、もともと比例復活なので、末次さんが辞めたとしても、立憲民主党の議席自体は変わらないと、なので沖縄3区,3区で前回負けた矢田さんという方が繰り上げで当選をしておりまして、末次さん自体は今回、選挙に出られると、であと今回、区割りの変更とか次あったりしますので、まあ、今回選挙出られた方がもうすぐ衆議院選も近いみたいに言われているので、活、ま、動、あ、してた方がが次の新選にとってもプラスになってくるのか ってところになるので、おそらく判断として4区に出られたんじゃないかなとうう思うんですけども、じゃあ、そんな中で、まあ、この弔い選挙の中で、自民党は弔い選挙になってないというところをお話ししたいと思います。はいえっと、まず、北村聖子さんはこう亡くなられる前に、次の衆院選は出ないというふうに、えー、言われておりましたと、でその際にもう後継者を指名していてこう、えー、長崎県議会議員の山下さんという方を、 自分の後継にしますて示してたんですよ。これ佐世保市、えー、北松浦郡選挙区の、えー、方なので、まあ、長崎4区内の地元のね、えー、県議を後継示してたんですね。 で、そこからですね、まあ一応自民党は公募を取ります。長瀬県連はですね。えそして、山下さんだけではなくて、金子洋造さんね、今回出られてる方なんですけども、えー、この方がまあ声を上げられまして、そして、山下さんと金子さん、どっちか公認するか悩んでますみたいな形で、えー、党本部に上進しましたと。で、党本部がこう北村さんの後継者の山下さんではなくて、金子洋造さんに決定しました。 で、このタイミングっていうのは、え、北村誠子さんの亡くなった後に最終的にね、金子洋造さんに決定したっていう部分はありますので、今自民党はね、結構演説で北村誠子さんの意思を継いでみたいな、え、弔いみたいな感じで言ってるんですけども、そもそも北村誠子さんは選んでない賞を選んでるってところなので、果たしてこれが弔い選挙なんですかってポイントが、まず一つございます。 じゃあ、この金子洋造さんっていう方がね、なんで選ばれたのかっていう、えー、ところになってるんですけども、まず金子洋造の家系最強です。はい。<laughs> 金子家はまず最強なんですけども、一応金子さん自体は、えー、今別にもともとなんか政治経験とかある。 わけでもなく、秘書とかもやってないですし、えー、地元のね、えー、市議だったり県議とかもやっていない方で、SMBC 日興証券とか、えー、民間で働いていた方になっております。で、お父さんが、まあ、金子源次郎前参議院議員の、えー、方になっていて、まあ、それこそ岸田内閣で農林水産大臣とかやっていた方になって岸田派の方ですね。で、農林水産大臣前とかに関しては、1998年から2010年まで、3期長崎県知事をやっていて、えー、その前に、 まだ長崎県知事の前に関しては衆議院議員をやっていて、それこそ長崎4区とかで活動されていた方になっております。で、平戸市生まれで、えー、っていう方になっているんですけども、で、その金子源次郎さんのお父さんもですね、まあ、めちゃくちゃもう有名というか、中曽根内閣の農林水産大臣をやっていて、そして大平内閣では科学技術庁の長官もやっていたりとか。 そして、え、議院中選選区時代なんですけども、長崎2区とかもやってたんで、う、まあ、この佐世保だったりっていうのは、もう金け稽のエリアと言いますか、はい。 もう金子一族がもうずっと構えているのが、もう牛耳ってるって言ってもおかしい。金子一族が牛耳ってるのがこの長崎四区っていうね、えー、こうエリアになっているので、まあそこのね、まあ家計最強の中で、まあザ世襲候補がまあ今回出てきましたよっていうようなえ感じになっております。で、ちなみにこの金子さんが今 SMBC 日興証券に入ったのも、えー、このね、えー、金子源次郎参議院議員が、あの、長崎県知事時代になんかあの、危権みたいなところが、 えー、三菱系から日光商品に変わったんですよ。これはなんかあるんじゃないかみたいなところを、なんか結構ね、なんかグイグイ肩回してる系のメディアになんか追求されて、JC ネットさんっていうところなんだけど、基本的に反金子みたいなメディアの立ち位置の方だったりとかがこうそこなんかね、結構追求してたりでしたりですとか、えー、それこそね、あの、ちょっと有名な、あのー、 名物記者の横田はじめさんとかもね、なんかこの件について触れたりとかもしてたりするんで、そこはちょっと、審、え、議、ー、は、あのー、わかんないです。あの、そこのどうなのかっていうとかわかんないですけども、とにかく金子系がまずすごいとこだというとこですね。はい。で、まあ、長崎4区の地面荒れまくりってとこなんですけども、えー、2021年の、まあ、衆院選、えー、前回ですね、えっ、ー、と、北村聖子さんが、あの、公認外されそうになりました。 で、公認外されそうになっているのは、まず9月とかのタイミングだったんで、えー、前回衆院選でね、10月の末から11月の、えー、1日とか投票日だったと思うんですけども、本当直前に北村聖子さんが、え現職難に外されそうになる。ね全地方創生担当大臣にもかかわらず公認が外されそうになるっていう事件がございまして、これなんでっていうね、えところになってるんですけども、え自民党の長崎県連が、まあ、瀬川さんっていう、 あの、えー、県議会議員、えー、再開誌のね、えー、方がいらっしゃるんですけども、えー、その方が立候補の動きを見せていて、で、まあ、なんでこの方がね、まあ、立候補、動きを見せているのかというと、まあ、北村大臣が大臣時代に、まあ、答弁がすごい不安定で、結構失言とかも、えー、してたり。 してたんですよそれこそ、例えば地方創生担当大臣辞めて次の大臣に引き継ぐ待遇の時に、えー、47都道府県いろんなところを行ってたけど、まあ、いろんなところでホラーを吹いてきたみたいなそんなこと言っちゃだめじゃないですか <laughs> 多分冗談で言ったと思うんですけどもいろんな都道府県でホラーを吹いてきたみたいなことを言ったんでさすがにこれは炎上したっていうね、えー、事件もあったりしたんですけども、えー、それでですね、まあ、ちょっといろいろ出現だったりとか答弁が不安定だったってあったんであ地元に対してから結構不満があったと。そして、えー、長崎 15支部のうち8支部が。 瀬川さん応援するみたいなところを表明は、過半数以上がね、えー、瀬川さんの支部、えー、瀬川さんを応援されるっていうような、えー、状況になっておりましたで、一部の団体建設系だったりとかも、えー、この瀬川さんの応援するみたいな感じだったんですけども、ただ一方で、選挙区内の有権者の7割を占めている、まあ、佐世保市がやっぱり一番ね、代表年なんですよ、この長崎四区なので、えー、佐世保市の移行って大事なんですけど、佐世保支部は、北村ね、前大臣を支持、えー、を表明しているっていうような状況に 中でじゃあこれ最終的にじゃあ瀬川さんと北村さんどっち選ぶんですかってなった時に、えー、長崎県連の選挙対策委員会がございましてなんと22対12で瀬川さんが選ばれますとえ北村さんじゃなくて大臣がもう完全外されて、えー、瀬川県議になるっていう状況があったんですけども、えー、最終的に党本部がやっぱりさすがに現職優先だよねっていうので、えー、北村聖子さんが後任になりましたっていうような感じでございましたと。 はい。なので、まあ、長崎4区でこの瀬川さんが出ようとしてたことによって、まあ、北村さんを支持してる方からすると、まあ、面白くないですし、 ただただ荒らされたっていうような、ええー、形になりましたと。なので、えー、2021年の長崎4区に関しては、えー、北村聖子さんが末継さんに、もうあと一本とこまで追い詰められるっていうような、ええー、状況になってましたと。はい。おそらく、まあ、このね、ええー、荒れ具合がなかったら、もっと、あのー、北村さんがね、ええー、リードして、末継さん比例復活できてなかったかもしれないなっていうふうに思っているので、まあ、それぐらい荒れてましたっていう状況なんですけれども、で、他にもありますと。 で、えー、長崎四区事務員荒れまくりたところで、まあ、これね、ちょっと思い出せる方いらっしゃるかもしれないですけども、えー、2022年長崎市議選ですね。まあ、ここがめちゃくちゃ荒れてましたと。えー、自民党保守分裂と言いますか、えー、現職3期の中村さんっていうね、えー、知事の方が4期目を目指すっていう流れの中で、えー、新人の大石健吾さんっていう方が出られておりましたと。で、最終的に541票差で、えー、新人の大石健吾さんがね、えー、当選されたわけなんですけども、えー、そこはですね、新人の えー、方に、なんと、えー、谷川彌一さんだったり、まあ、金子、えー、大臣とかもね、いら、応援してたっていうような感じで、そして北村聖子さんの方が、えっ、ー、と、中村知事の方を応援されてたってことなので、もう谷川 VS、谷川金子ペア VS、えー、北村みたいな形になってましたと。はい。なので、まずここも、まず分裂が完全にされてましたっていうような、えー、状況でございましたと。はい。 で、北村さんが応援してた方は負けたっていうようなところは、えー、ありましたって感じですね。で、さらにですね、えー、長崎県議選の再開選挙、これ定数1なんですけども、えー、ここもですね、めちゃくちゃ荒れてます。これ今年の統一方選挙の、えー、4月の選挙なんですけども、えー、もともとね、え、前回の衆議院選長崎4区で立候補しようとしていた瀬川さんという方が、めちゃくちゃ追い詰められたんですよ。 え、新人の竹宮さんという方に、まあ、あと一歩のところまで迫られるっていう状況でした。なんならね、この瀬川さんの方に、大石知事とかがっつり応援、現職の知事が、自民党のところにがっつり応援入るっていう、え、状況まで行ったにもかかわらず、だいぶ接戦でした。で、これなんで接戦だったのかというと、え、もともと師匠をやっていた2名の方がですね、この竹宮さんの方についてたんですよ。で、しかも山下さんに関しては瀬川さんとね、もともともう指定関係と言いますか、え、瀬川さんは山下さんのね、もう、 山下さんともう密接だったんですけども、山下さんはこう衆院選をめぐる対応で、この瀬川さんと決別しましたみたいなね、えっ、ー、と、これ記事とかにも出ている内容なんですけども、えー、そういったことがございましたっていうところなので、えー、瀬川さんがもう追い詰められるぐらい、この長崎4区内の、えー、そしてこの再開選挙区では、もうあれに荒れまくっているっていうような選挙で。 あったんですね。で、まだまだございます。そして、佐世保長戦です。これもやばかったんですけど、えー、2023年、今年、統一法戦で4月にございました。はい。えー、そしてですね、自民党の推薦の校舎が、えっ、ー、と、無所属の宮島さんに負けるっていうですね、えー、ことがございまして、ここもですね、えー、なんと、 えー、無所属の方に大石氏がついて、そして谷川谷さんが、えー、宮島さんの方についてるっていうね、えー、あ、じゃ大石氏と谷川さんが宮島さんの方について、えー、自民党の推薦じゃない方に応援してたっていうことがございまして、ここも保守分裂の、えー、選挙でございまして、そして橋野口さんの方にですね、えっ、ー、と、友永さんっていう、あのー、もともと市長をやっていた方は、 え、こう自民推薦の方についてたってことなので、まあ佐世保市長選でもかなり荒れてましたと。はい。そしてこの宮島さんに関しては、 あの、北村聖子さんと長崎4区で、衆院選めっちゃ戦った方なんですよ。宮島さんもともと自民党で長崎4区でやっていて、無所属で北村聖子さんが出て、北村聖子さん勝って、それ以降北村聖子さんがずっと自民党でね、活動していくわけなんですけども、宮島さんその後、えっと、民主党になります。で、民主党でこの長崎4区へ出たりとか、希望の党で長崎4区で出たりとかしていた方なんですけども、えー、今回このね、佐世保市長選の方では、なんと自民党の推薦の自民党の一 支部の、ねえー、議員とかがこで宮島さんの方についていて自民党の組織の意向とは反対の候補者の方にこうに応援したりみたいな、えー、形で,では宮島さんは、ね、ここで、えー、自民党の、ね、応援とかも受けまして、えー、保守分裂で勝つことができましたというような、えー、感じでございました。 で、これ、勝った後もね、また荒れてましてですねえ、自民党の長崎の県連大会っていうのがあったんですけども、えこれ2023年6月ですね。はいえ。長崎県連副会長の田中さんっていうですね、県議会議員の方がいらっしゃるんですけども、え佐世保市長選について、なぜ負けたか、自民党の分裂選挙だったかです。新執行部にはぜひけじめをつけてほしいというふうに言ってます。まあ言ったらえ、自民党のね、長崎の県連会長が谷川八一さんになったんで、え新執行部にはぜひけじめをつけてほしいという,もう 谷川彌一さんも批判するようなコメントをしましたと。それに対して長崎県連会長の谷川彌一さんがですね、愛好先生が、なんかさっきガーガー言ってましたが。 おまけに負けているんですよ。それでワン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 言うでしょうっていうところで、このね、えー、田中外国県議、佐世保市のね、先生の県議会議員の、このね、まあ、保守分裂になった経緯について、批判したこ内容についてあ、負けた方がワン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 言ってますみたいな感じで、大批判をしてまして、これも79歳の田中井国県議はもうプライドズサズサですよ。その、 田中カ国県議とか、佐世保市の選出のね、自民党の県議会議員が、果たしてじゃあ、谷川彩さんとかが応援してたりとか、まあ今回の金子さんですね、応援できるんですかって、自民党が一枚岩になって、応援できるんですかってなると、やっぱできないですよね。はい。僕はそう見てるんで、だからこう自民党はね、こうシーソー全然まとまってないのかなっていうふうに、えー、見てて思ってます。はい。で、一方で、じゃあ、 こうね、野党の末杉さんはどうなんですかってところなんですけども、一応この方は元々小沢一郎さんの、えー、秘書をやっていた方になっております。それこそ2000年とか東京7区で自由党で出て、それこそ相手長妻さんとかで負けたりとか、えー、していて、えー、2003年の長崎県議選でも、ねえー、落選したりしてるんですけども、で2007年の長崎県議選でようやく、えー、佐世保市選手で、ね、当選することができて、えー、2期止められますと。で、その後と衆院選2012。 え、長崎4区、日本未来の党。ま、小沢一郎さんについていた感じですね。え、落選して、2014年も生活の党で落選して、え、2016年はなんとね、あの、参院選の全国比例区で出られるっていう形で、で、生活の党と山本太郎と仲間たちで出られて、え、落選して、え、2017年も希望の党、長崎3区で、え、落選して、で、2021年の立憲民主党、長崎4区で、ようやく、初めて国政選挙に、例力活で、え、当選することができましたっていうような、え、方なんですよ。 で、なんかね、結構キャッチレーズで、まあ、世襲 VS 叩き上げみたいな、えー、世襲 VS クローニ人みたいな感じでね、なんか言われたりしてるんですけども、この落選プリはこれ、叩き上げなのかみたいな、<laughs> ところは、ちょっと個人的には、えー、思ったりはします。はい。ただ、めちゃくちゃ選挙負けてた人っていう。 イメージなので、まあ、苦労人であることはね、間違いないと思います。これ落選しまくってるんで、苦労人であることは間違いないと思うんですけども。で、そんな中で、えー、末継候補は、本当先ほど冒頭でも言いましたけども、活動量不足で有名な方になっておりますと、えー、2 0 2 1年の衆院選のね、補者差し替えも検討されるっていう、えー、状況もございますし,し、えー、長崎新聞さんの方でですね、あの、ちょっと書かれていたのが、えー、行事には顔を出さず、衆院選後の交流もほとんどない、現職の強みはないっていうね、社民党の主義のメッセージを載っます。 られてたりとか、えー、3月、連合長崎や、えー、末次しや、えー、立民県連に当選後の地位選や参院選で具体的活動が見えなかったとしてこのままでは次期衆院選に推薦はできないとする文書を提出するというです、ね、めちゃくちゃひどい書かれようなんですよ。<laughs> 地元の地域新聞にめちゃくちゃその地元が全然応援して顔出さないみたいなとことね。えー 要素をもうがっつり書くっていうですね。もうそういった感じなんですけども。で、さらにですね、また別の記事とかでも、えー、事務所開きの タイミングで国民民主党の佐世保市議が来てないと。はい。事務所開だけのタイミングで国民民主党の佐世保市議が来てないと。で、まあその理由も全然普段顔を合わせたことないのに、なんで応援しないといけないんだっていう。だから本当活動量不足が毎回記事に書かれるんですよ。これ、いろんなところで活動量不足っていうのはセグスが書かれてるんですけども、今ね実際活動量多いのかどうかわかんないんですけども、えー、そういった感じになっていると,いところなので、なので、まあザ、世襲の、まあ息子の 羽子候補 VS、まあ、活動量不足でちょっと話題になっている末次さんという対決なので、まあ、この選挙はめちゃくちゃ面白いですね。はい、しかもだからね今こう野党系の方一生懸命末次さん応援してるんですけどもあなたたち2 0 2 0年の衆院選前後者外そうとしてましたよねみたいな後任 <laughs> 外そうとしてた人を今必死に PR してるっていう面もなんかめちゃくちゃ見てて面白いなっていうふうには思いますけどね。はい ということで、えー、衆院選長崎4区というところで、金子洋子さん、ベー,ドサース末つぐさんですね。はい。 で、えっ、ー、と、ここをちょっと注目なのが、今、エリア的にうと、平戸市や松浦市に関しては、えー、金子さん、まあ、金子系が、あの、地盤がこう平戸市だったりするんで、まあ、これ、えー、リードしてるって話がありまして。で、せつさんに関しては、もう代表での佐世保市、そして、えー、開海市でもですね、せつさんの方をリードしてるってとこなので、まあ、ここはかなりちょっと注目なのかなっていうふうに思います。はい。で、えー、次期衆院選が、まあ、十増十減で、長崎4区はなくなります。はい。で、えっ、ー、とー、 長崎今、小選挙区4つあるんです。それが3つになるっていうことなので、えっと、長崎3区の方に基本的にはエリアが移ってくるって感じですね。佐世保市とかも長崎3区になるので、で、そうなると、投票率、また次も衆院選もあるし、今回モチベーション低い方めっちゃ多いと思うんですよ。なので、えー、長崎3区に次、 金子さん V スエツグさんでまた戦うことになるんですね。次の、えー、衆院選。なので、そうなったとき今回投票率上がるんですかっていうと上がらない。で、投票率が上がらないと代表でのさせ保氏がおそらく下がっていく感じになると思うんで、そうするとスエツグさんにも結構不利になっていくのかなというふうに思います。はい。 まあなのでね、ちょっと今、横一戦、大接戦の選挙になってるんですけども、本当に金子さんは、まあいろんな意向を乗り越えて、自民党が一つになることができるのか、そして岸田派の選挙のね、岸田さんにとっても絶対負けられない戦いになっております。そして、立憲民主、党末次さんに関しては、まあここが唯一の小選挙区で勝つための大チャンスの、 え、選挙なんで、まあ、ここで末継さん勝てるのかどうかめっちゃ注目ですし、な、個人的には、元この接戦報道が出る前は、えっ、ー、と、泉健太代表、立憲民主の泉さんが末継さんのね、え、国事日とかに応援入っていて、で、それで、えっ、ー、とー、 高知とか、あっちの方には入ってなかったんですよ、序盤の方。なので、おそらく、当選、えー、この衆院補選、長崎4区と、えー、参院補選のえ高知えー、そして徳島選挙区終わった後に、まあ、一勝いっぱい慣れて僕予想してたんで、えー、徳島の方には、泉久さ赤市長の方が入っていて、そして泉健太さんの方が、え、長崎4区の方に入ってたんで、おそらくそれでなんかね、泉健太さんがディスられるような報道されるんじゃないかなっていうふうに、えー、なんか、 こっちの泉は人気があって、こっちの泉は人気がないみたいな、多分記事の枯れ方するだろうなっていうふうに予想してたんですけども、これもしかしたら泉さんね、これ2勝ということになるかもしれないですが泉健太さんね。そうすると、泉さん意外に選挙強い説みたいな、補選では負けましたけど、でも統一補選のもね、一応議席伸ばしてますし、なんかそういったところもね、なんか立憲の動きみたいなところも、流れみたいなところもね、かなりちょっと注目になるのかなっていうふうには思います。とところで、ちょっと長崎4区ですね、めちゃくちゃ面白いので。 しかもね、なんか、あの、ネットとか出てましたけども、大浜崎さんがね、こっちの、あの、金子さんの方についてるみたいな選挙プランナーの噂もありますので、なんか、長崎の小位戦でね、横田はじめさ、大浜崎でバトルしましたけど、大浜崎さん、本当選挙トコムチャンネルとかでもお世話になったりとかも、うんえー、してまして、まあ、選挙プランナーもいろんな選挙勝たせまくってる人ですから、まあ、このまま、徹戦のままはやっぱ終わらない方なのかなというふうに思いますので、はい。 ちょっとどういう動きになるのかめっちゃ注目でございますってところで、えー、今後取り上げていきたいなと思います。えー、ぜひチャンネル登録そしてグッドボタンよろしくお願いいたします。